お、俺たちの負けだ。勘弁してくれ。あいつか、川上ってやつ。認める、認めるよ。あんたが言う通り、 A 組の頭はあんただ。鼻から素直に認めてりゃ痛みに合わずに済んだのにな。おい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 、俺様という偉大な存在を無視してお前らだけで勝手に頭決めてんじゃねえよ。うわ、悪そうな顔してんな。白ポムチャンネルの白羊です。喧嘩番長4、続きを始めていきましょう。メイボっていうやつがあってね、この前戦ったあの妹くんっていうらしいんだけど、妹たかしくんの情報が見れたりするみたいですね。彼女が欲しくてたまらない。健康有料な不良少年、校門前のコンビニで毎朝見かけるとかね、なんかね、些細な情報が見れたりするみたいですね。あとなんか名前も勝手に変えれたりとかするみたいですね。まああんまり変えても意味ない気はするけど、なんか変えれたりはするみたい。面白いよね。で、1の A が、ちょっと待ってね、1の A が、10人いんのかな、いや20人かな、うん、1クラス20人いるんだね。1の A が20人いるので、多分まずは1の A から締めていくのかなと思うんだよね。クラスのとりあえず頭にならなきゃいけないはずだから。なので多分教室に行けばまたイベントが進むんじゃないかな。ちょっとうろうろするのはその後にしよう。自由行動できるようになってからちょっとうろうろしてみようかな。こっちか、こっち行けって言ってんのか。あら、ここいいな。1の A と学食も近いし日当たりも悪くね。程よい広さで何か置けそうだし。よし、ここ俺様の高南高校での憩いの場にすっか。何言ってんだお前。あ、なんだてめえは。おいてめえらよく聞け。今この瞬間ここが、え、だってよってお前らは邪魔だから、どっか行け。ひどい。いきなり来て何言ってんだ。俺らが見えねえのか。どっかよそ探せや。てめえらの都合なんて聞いちゃいねえ。俺様はここがいいんだよ。さっさと解き上がれ。欲しきら実力で取ってみせろや。ここは高南高校だよー。その言葉忘れんじゃねえぞ。どんな学校だよマジで。よーし、やってやんよ。ういしょういしょういしょ。あっべ、強いな。これ一回一人称した方がいいか。痛い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 。くそ、結構大変だな。ういしょういしょういしょ。うわー、これは結構大変だ。おれおれおれ、このいっけ。よし倒した。いやー熱い。あ、交渉出てきた。拾わなきゃ。拾って、よしゲット、佐田くんゲット。1の A だな。よし、おら、あ、くそ、うじゃ、よし、よし倒した、なんとか。ふぅ、相葉くん、よしゲットした。非常階段制圧。なんだこれ。たまり場非常階段を使用できるようになりました。ありがたく頂戴するぜ。さーて何持ってこようかな。椅子だろう、机だろう、どうすっかな。ここに持ってきちゃダメだろ。大将、いい場所見つけたね。おっ、てめえはどっから出てきてんだよ。ふっふっふ、情報屋はどこにでも現れるもんだよ。ね、俺っちも遊びに来ていい？ダメっつっても来んだろ。もちろん。仕方ねえな。さてさて、憩いの場も見つかったことだし、さっさとクラスの頭を取っちゃおうかね。やっぱクラスの頭取るの目指すんだ。とりあえず1の A の交渉を集めろって言われたから、集めようか、5人分。まあなんかいっぱいいんじゃないの、そこら辺に。こいつらも、あ、こいつらさっきのやつか。
殴りかかっちゃうな。あ、三角で話しかけれるんだ。おっす。あれ、仕事された。おっす。え？おっす。無視すんじゃん。マジかよ。ひどいな。誰かいねえのかな。うわ、2年生だ。おっす。うわ、シカトかよ。怖っ。挨拶しただけじゃん。これは、うわ、3年生、阿久津だ。てえな。うわ、怖い。ちょっと、すいません。アイテムだけ。失礼します。1万5000円を入手した。あー、怖い。何もされない。怖え。めちゃめちゃ怖え。3年生は多分まだ勝てないでしょ。ん？ 3 の D？ 鬼島？木島？どっちだろう。木島かな？うーわー、なんかいろんなヤンキーがいそうですな。ちょっと、探すか、1の A を。当たるかな、こっから。当たらんな、むずいな。ほっ。あ、来た。ドトン？どんな単語？この人は袴田派かな。2年の A か。2年生はちょっとまださすがにちょっと難しそうだな。自分で操作できないのかね。あ、来た。地面に這いつくばれ。あ、いいな。地面に這いつくばれ。地面に這いつくばれ、いいな。この人たちは、あ、1の E 八神派。1の E か。1の B 八神派。あ、ヤガミってやつ違うクラスまで占めてるってことか。1の B 森派。1の B か。こいつは1の C 森派。1の C 森ってやつも他のクラス占めてんだな。こいつは1の C 森派。なんでベースの上に立ってんのみんな。森派。森派ばっかりだな。とりあえず1の A からってことだもんな。こいつらは1の E 無所属、1の D 無所属。バカは死ななきゃ治んねえ。かっこいい。無所属のやつらはまあ後で締めるとして、一撃で決めてやる。ああ、いいな。なんか面白い単語いっぱいあるな。いや、でも1の A に用があるんだけど俺は。あ、こいつらは1の A だな。こいつらも、こいつも1の A だね。おっす。いや、怖っ。んだ、メンチ切ってんのかてめえ、おい。泣かすぞ、おい、こら。やんのか？泣かすぞ。よし。泣かすぞ。いっけ、おら。泣かすぞ、てめえ。いけ、こら。よいしょい。あんま聞かねえ。おれ、おれ、なんだ？男の器上昇。コンボ技逆水平チョップ。フィニッシュ技強烈ボディブロー。ダウン攻撃、ダウン蹴りを習得。やった。ダッシュ攻撃、スライディングキックを習得。あ、振り分ける、振り分ける。いや、もうそんなの、腕っぷし、基礎体力、腕っぷし、打たれ強さ、足の速さ、肺活量。まずは腕っぷし全振りじゃない？とりあえず。多分攻撃力みたいなもんでしょ。攻撃力高くないとこれ全然蹴散らせないわ。先に、あー、つくしょ。交渉取って、まず。よし。行って、行って大田くんのゲット。うらぁ。おいしょ。なんかある。まだなんかある。まだなんかある。おっしゃ、コロッケパンゲット。よし。オッケー。長松。長松ゆうき。これでオッケーかな。なんか落ちてる。一方落ちてる。403円。チョコバー。チョコバーって。なんかまだあんな、単語。ホップ、ステップ、ジャンプ。そんなのあった気すんな。とりあえずゲットだな。今2人ゲットしたのかな。あと3人分集めなきゃいけないのか。あ、1の C 無所属か。この人は阿久津派。番章。なんか強そうだな。他のクラスのやつも取っといていいんだろうけど。あ、こいつらは無所属か。気をつけろよ。あ、それで済んだ。優しい。ここは、ああ、ここも1の C か。八神派。1の D 八神派。八神派がなんか、多いような気がするね。気のせいかな。あ、来た。てめえら生きて返さねえ。いいですね。1の A 全然いねえんだけど。
ん？いきなりいんな後ろに。あ、こいつらは1の A か。んだやんのかおい、そこどけよ。お前どこでたむろってんだお前。そこどけよ。よし、まさか2人かかってこねえよな。おら、なんでお前も来んのよ。お前別に用事ねえよ。行って行け、こら。うじゅい、おいしょおいしょおいしょ。一回いい、よしよし、おら潰す、殺す、いて、よっしゃ潰した、一人やり、で交渉を取ってオッケー、相原くんゲット、いていて、おらおら、このよし、アイテムゲット、ショーキードリンク、いてててててこの野郎、おらこの、よっしゃいけ、こら、ううきついな、ゲット交渉、よーし、1のいいゲット、石橋。あー、きっつ。なかなか大変だな、これ。気合回復しよう。きついなー、常に2対1の状況、なかなか。なかなか厳しいな。体力回復欲しいなー。息の根を止めてやる。いや、もう物騒なんだよな、単語が。てか、結構広いな。あいつは1の D か、1の C、八神派、1の A がいいんだよな。おいって言われた、いでてて、何見てんだよ。ああ、いいですね。なんだやんのかおい、ああ、いけ、こらやんのかおい、この野郎、いけ、こら、よし、1対1なら負けねえよ。おいしょ、これこっからどうすんの、こっからどうつなげんのこれ。なんで持ち上げたまま何もしないの。おいしょー、倒した、ふぅ、おーし、交渉ゲット、しゃー、カリアゲット、あーよかった、アメリカンドッグだ、回復アイテムっぽい、きつい、アメリカンドッグ食べよう、ふぅ、おいしい、気合回復しよう。とりあえずまずは1の1年生を全員締めるとこからだな。まあ動画外でその辺はやっとこうかな。お、いるのは1の A、 川上派、あ、ごめんごめんごめん、え、違う違う違う、こいつか、1の A、 こいつやっとくか、川上派ってやつがいたな、締めてるやついんな、そこどけよ、1の A を締めてるやついんな、おい、おじゃ、いけ、ういー、やったな、よっしゃ、川上派のやつゲット、沖立馬っていうのかな、 KB ヘアカラーブラウン、何それ、髪染めれんの、本当の恐怖を教えてやる。いや、めっちゃいろんな単語あるな、単語ちょっとなんかゆっくり設定したいな。じゃあちょっと気合回復して、オッケー、使ってみっか、これかな、髪の色が茶髪に変わる、いいね、変えようぜ、ビシッと黒髪もかっこいいけど、まあなんか、あー、いい茶髪、なんか一気にヤンキーっぽくなったな。こいつらは1の C 八神派、1の B 森派で、あ、川上派、1の A、 川上派、川上ってやつ誰だ、俺以外に締めようとしてるやつがいんのか、じゃやってやんよ、中須戸、どげ、中須戸、赤髪に近いな、ブラウンってより、あ、こいつも来んのか、いって、ちょ、おい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 、どけ、おじゃー、おら、おじゃ、くそ、おら、お、一人ゲット、危ない、アイテム戻さんのかい、あ、 お金だ、回復アイテムくれ、よっしゃー、きっちり、男の器上昇、脳天、なんて
竹割りアッパースイング大振りビンタ、なんかいっぱいゲットしたな。紙つかみ投げ、おいいね。いやもう振り分ける、もう腕っぷしよう、腕っぷし全振りよう。攻撃力ないと全然やれねえ。はあ、なんとかやれたな。よっしゃ、目黒文也ゲット。あっ、ありがたい、プリンだ。プリン回復すんのかな。よかった。でもこれ結構もう集まったんじゃないかな、どうかな。体力回復しないときついよ。お前ら退屈なんだよ。かっこいいね。なんか新しい技とか装備したいな。よし、ちょっと回復しよう。あ、プリン回復できる、よかった。ちょっと新しい技装備してこよう。あ、これで技をちょっと変えるか、覚えたやつ。これ、あーこれか。左フック、あ、逆水平チョップいいな。左フックの逆水平チョップの脳天竹割り、これでいこう。でフィニッシュを、あ、大振りビンタってのが出たんだ。あー、なるほど。あ、強烈ボディーブローいいな。消えろってか言ってんだけど、ちょっと消えろってちょっと聞こえるぐらいって。大振りビンタいいかもしんない。なんかこう敵がどうしても複数いるから、全体にこう刺さる攻撃っていうのがあった方がいい気がするな。なんか範囲攻撃みたいに。この辺別に変わんないもんな、顔面ビリで。立ち技で、ダウン攻撃を、あ、これいいな、これに変えて、これに変えて、背後にエルボー、ジャンプ攻撃とかは変わらず。あ、スライディングキックちょっと使いやすそうだな。スライディングキックに変えよう。タックルは押しタックル、最強の拳か、これが必殺技。なんかつかみ技もなんか出てなかったか。あ、これか、紙つかみ投げにしようか。この辺は別に増えてないな。単語を変えようかな。潰すとかいろいろあるもんね。あ、でもこの辺は変えられないんだ。あ、単価バトルでできるんだ。泣かすぞ。あ、でもいいな、地面に這いつくばれ。桜と一緒にチレア入れたいな。桜と一緒にチレア、地面に這いつくばれ、息の根を止めてやる、てめえら生きて返さね。で長期合い技で、お前ら退屈なんだよにしようか。よし、これでいこう。面白いな、ちょっといろいろ変えてみたぞ。じゃあ1の A のやつだから、まああとのこの辺にいる1年生は後で締めるとして、でこいつらはもう俺の射程だもんね。よっす、よ、おー、挨拶してくれる、よよ、チーズ射程じゃんもう本当に。じゃあ行くぜ。お、いいね見た目。お、俺たちの負けだ、勘弁してくれ。あいつか、川上ってやつ。認める、認めるよ。あんたが言う通り、 A 組の頭はあんただ。鼻から素直に認めてや痛みに合わずに済んだのにな。おい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 、俺様という偉大な存在を無視して、お前らだけで勝手に頭決めてんじゃねえよ。うわ、悪そうな顔してんな。おっ、 A 組優勝候補の一人、川上誠司かな。
大将が阿久津さんに認めてもらうためには倒さなきゃいけない敵だ。記念すべき第一歩で負けちゃなんねえよ大将。だいたい今時リーゼントパーマの生きた化石が言い過ぎだろお前。頭になったら恥ずかしいじゃねえかよ。おい言い過ぎだぞお前。ああ？だってめえ今なんつった？あ？やんのかこれ。おうおうおお。この俺とやんのかこれ。おうおうおお。おめえよそのセリフといいその服装といいコテコテすぎんぞ。まさか昭和生まれの大先輩ですか？めちゃくちゃ煽るじゃん。めっちゃ煽るな。上等だこれ。ケツの穴から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わすぞこれ。懐かしいこのセリフ。いいね、しびれるわその短歌。正直お前みたいな生きた化石嫌いじゃねえぜ。でもな、このクラスの頭はお前じゃねえ。誰もが憧れる圧倒的な強さを持ったこの俺様だ。いいね川上くん、俺は好きだよ。よーし行くぜ。桜と一緒に散れや。むずむずこれ。むずい。桜と一緒に散れや。おら、しゃやろうぜ川上。お、強えな、体力めっちゃある。よいしょ。どうしたどうした俺。おじゃおじゃおじゃ。どうしたそんなもんか。潰す。おいしょ。消えるわ。おいしょ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 。もうボッコボコじゃん。おやるね。おいしょ潰す。殺す。おれ。おいしょおいしょおいしょ。やべえな、息が上がってきたな。いっけ、お前ら退屈なんだよ。おー、いいぞ。いった、ダッシュ攻撃か。やるな。掴んでからの化石くんをぶん殴る、ぶん殴る、ぶん殴る。よし、よいしょ。やべ、体力どんどん消費しちゃうな。あっぶな、ダッシュ攻撃強いな。よいしょ、よいしょ。必殺技まだ打ってこないな、怖いな。おーじゃー、怖えな。どうなる。あー遠いな、さすがに。うっしゃー、あぶね。いつ来た、あぶな、あぶね。つかみ必殺技か、もしかして。危なかったな。うしうし、おれおれ、潰す、殺す。おーじゃー、倒したー。よっしゃ、川上やったぜ、完封。いやでも体力めっちゃあるな。この俺が全く歯が立たねえなんて、信じらんねえ。憧れてくれちゃっても構わんよ、この圧倒的な強さに。でもよ、化石くんもまあまあ頑張ったと思うぜ。カッカッカッ、こいつ。もう疑いようもないね、こりゃ。早見優太、完全にアホだけど完璧に強い。阿久津さんとこまでマジで行くかもしんない。でもよ、化石くんさ、やめろその言い方。化石じゃなくて川上だって。いいじゃねえかよ、大して変わんねえし。それよかさ、やっぱその服装はどうかと思うぞ。今時それじゃ女の子にモテねえだろ。うっせえな。俺はこの格好にポリシー持ってんだ。わかったわかった、そんな向きになんだって。いいよ大将、手じゃねえか。たった今このクラスの頭になったぞ。この化石くんもなかなか頑張ったが、でもさすがに俺様には勝てなかったみたいだな。だから川上だっての。大将、川上くんに勝ったぐらいじゃまだまだ頭じゃないっしょ。お？え？なんでだ？だって A 組の頭だったのは川崎くんなんだろう？なあ川崎くん。は？川崎くんって誰よ？俺は川上だけど。こいつも固くなに認めないな、それを。
マジで。わ、悪かったよ。言ってたよな、川上。ああ、パッと見、突っ張ってるやつは俺が片っ端から締めたしよ。当然俺が頭だと思ってたんだけどな。それ甘いよ、全然甘い。え？なんつっても天下の江南高校だよ。まだまだ強いやつはうじゃうじゃいるさね。じゃあ、化石くん以外にも俺様に立ち向かうバカがいるってのか？おい！うちのクラスに山口健二かな、通称山健ってやつが残ってる。山健か。彼を倒さない限り A 組の頭にはなれんね。ほう。でもまあそんなもん、やんなくても俺様の価値は決まってんだろうよ。かっかっか、こいつバカだな、ほんと。あ、川上のゲットしたね、交渉。川上誠二の電話番号手に入れた。こだわりの化石頭、超気合い技。何それ、ちょっとやってみてえな。こだわりの化石頭ってなんだよ。